ダッペル通り、ダッペル市場、またはダッペルマルクとは、オランダのアムステルダム市東区のダッペル通りで行われる大規模な露天市場のこと。露天市場は、週6日朝9時頃から夕方18時頃まで開かれ、この間は完全に歩行者専用道路となる。野菜や果物といった食料品、衣料品や雑貨など日用品を扱う店が主に出店している。 露店が出ているダッペル通りの延長距離は約600メートル、店舗数は200から250店舗である。周辺は旧オランダ領アンティルや植民地だったスリナム出身の中南米系住民が集中している地域で彼らのための食品や医療品、雑貨が充実している。また北側、東側には地下鉄工事などに伴う集団移転先となった。 ユダヤ人コミュニティも近く、これら多様な民族性が独特な個性を醸し出す、陽気な市場であり、隣接するジョバストラットの商店街とともに、市内東部の商業的中核を形成している。露天市場の公式ホームページによれば、ナショナルジオグラフィック市2007年11月12月版で、トップ10ショッピングストリートの第8位に選ばれたそうである。露天市場は1910年頃、 アムステルダム市当局によって開設された。この時同時に開設された市場には、アルバート・カイプ市場、リンデン・フラハト市場、天下手市場などがある。ありがとうございます。